キブタンは中国語漢末期の武将。字は甲府。慶州霊領軍の人。孫権孫作、孫権に仕えた縮小である。子は木柄。御所によると、祖先が南洋大衆のキコカ門という人物で、その子孫は各地に散らばった。郊外の一族は祖父の時代に霊領へ移住してきたという。若い頃に父が亡くなり、 貧しい生活をしていたが、常に大使を抱き、状表文の書き方や、標法の勉強に勤しんでいた。軍の役人になった後、高連に推挙された。光弘から招兵を受けたが、孫権が拒兵するとこれに従い、京州南部の反乱や東卓討伐に従軍して、活躍し、別部芝に任命された。孫権の死後は孫作に仕え、孫作の高等制覇に従った。 孫作が流氷と高祖の聖伐報告をした時の上層に、旅藩、低広市、孫権、菅あたりと共に、郊外の名もある。孫作が創生すると、後を継いだ孫権にも仕えてはい主君を支えた。郊外は自ら甲冑をつけ、刀剣を振るって、各地の反乱を鎮圧し、城を攻略した。統治が困難な地域には郊外が長官として、任じられ、いわき県。 春国権、陣陽権など九つの権に赴任し、単陽といにまでなった。法令に厳格な処罰を行いつつも、強気を抑えて弱気を助ける統治を行ったため、どの地も無事に平定された。また、土着民族たる山越えまでもが振幅し、人々は平穏に暮らすことができた。風貌に威厳があり、兵卒を思いやり優しく接したため、軍を率いたときに、 兵士たちは命を振るって戦った。検案十二年、曹操が江南に進軍を開始し石壁の戦いが始まると、郊外は周遊の指揮下で従軍した。曹操軍の艦船を焼き討ちすることを進言し、偽りの投降を用いた日攻めで曹操軍を攻め立て、曹操軍の艦船と岸辺の軍営を焼き払った。赤壁において、郊外は流れ屋に当たって、長江に落ちてしまい。 救い上げられたものの、郊外とわからなかったために、負傷したまま川屋に放置されてしまった。しかし、同僚の関東が見つけてあてさせたため、九死に一生を得たという。この功績で、武器須先中老将に任命された。武良番が反乱を起こすと、郊外が武良大将に任命され、鎮圧の任に当たることになった。軍の兵士は五百人ほどであったが、俗軍を城門に誘い込んで撃退し、 反乱を鎮圧した。この時、首謀者以外の者の罪は問わなかった。反乱を鎮めると、これまで疫衆に服していた、ともえ、甘酒、湯、炭の部族も吉見を通じてくるようになった。また、山越えの反乱者に、調査軍疫要件を責められるとそれも平定し、編傷軍に昇進した。その後、郊外は病に伏せりそのまま病没した。郊外には決断力があり、 事務を長期間滞らせることがなかったため、孫権領内の人々は彼を忍んだという。孫権は彼の子に館内公の借位を授けた。御所によると、肖像画を描いて季節ごとにお祭りをした人々もいたという。没年は不明だが、死後その配下の軍勢は、同時期に亡くなった孫優の軍と共に孫高氏が指揮をしたとあるため、 孫悠が亡くなった215年の時点では、郊外はすでに死去していたことが確認できる。安南市略巻奈良には、南海軍出身で、同姓同盟の郊外が、後の日南大使となったが、貪欲であったため追放されたという記述がある。小説、三国支援儀では、鉄鞭を愛用仏器とする武将として、帝広氏菅当たり、組織ゲルと共に、 孫権軍の猛将の一人として登場する。孫権が玉璽をめぐり、炎章と対立すると、丁広氏菅あたりとともに、炎章軍の元料文州と対峙している。孫権が劉氷との戦いで戦死すると、孫策を守り戦い、コースを生け取って、孫権の遺体との交換材料にする。孫策が拒兵すると、丁広氏らと共に合流し、再びその配下となる。 赤壁の戦いにおいて、長将ら幸福派の文官が諸葛亮をやり込めようとしている場に現れ、文官らを一括し、諸葛亮を孫権のもとに招いている。後に、周瑜が孫権の下に駆けつけると、帝広志らと共に主戦論を唱える。開戦後、曹操の大軍を前に周家適せずと見た郊外は、周瑜に火攻めを提案し、その実現のための奇策を実行する。 まず、偽りの投稿を曹操に信用させるため、交渉である最下、最中を含む諸将の前で、周遊との不和を演じ、また周遊から棒叩きの刑を受けている。次に、郊外の計画を見抜きこれに同心することを申し出た沢を使者とし、曹操に対し、偽りの書簡を送り、先方となる自分が時期を図って裏切る旨を伝えさせている。その際に、 孫軍に潜んでいた患者が曹操にこれを報告したため曹操は郊外の投稿が偽りではなく周囲に対する不満によるものと信じることになる自らを傷つけることで敵を偽って信用させ起死改正の策を行ったこの郊外の行為が苦肉の策の語源となった郊外は爽や官令とと共に準備を整え合戦が始まると投稿を装って 曹操軍に近づき、自軍の軍船に積んだ焚木や油に火を放って、曹操軍の戦団に突入させている。宝塔の連艦の刑によって、船同士を鎖で繋いでいた、曹操軍は、たちまち炎に包まれ、大打撃を被ることとなるのである。その際、逃亡する曹操を見つけ追撃するものの、曹操軍の長領から矢を受け負傷し、撤退している。最後は、落水し、 半島に救われている。ありがとうございます。